はいどうも皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。というわけで11作目のマップの実況が出る前に、完成してしまった12作目マップ、エリソールで向上戦していきます。安定のリアルタイム性のなさ、行動部ナイツは新規参戦を、常時募集しているよ。やってみたいと思った方は、概要欄からウィキに飛んでみてくれ。それでは OP どうぞ。はいというわけで今回使っていく役職は、マイン王国軍クロスボウ兵。これまたなんで。クロスボウって結構性能ゲテものだから、みんななかなか使わんのよ。そこで実況者魂。クロスボウを救いたい。発動のお知らせ。それだからキルレイチ切ってるんだよな。もうキルレは捨ててっから。ちなみにこの12作目、公開日12月31日です。ナックン3期合の2週間制作。マジで早くてびっくりしたわ。だって12月16日に11作目出て、2週間で完成させてくるなんて思わにゃん。というわけで試合開始です。左上にタイマー出てるってことは。落城 RTA? 大正解。というわけで最初のエリソール動画は、いきなり落城 RTA です。おいおい、さてこのエリソールですが、遠距離なしで城内に入れないシステムなので、遠近連携が重要となります。そしてこのクロスボウ、鉄ボルトというものなのですが、こいつはまるで軽定剣のように2段攻撃します。一発入った後にもう1発エフェクト攻撃が入るんだな。基本的に丸腰が1角、革装備が2角、鉄装備が4角、5角ぐらいだった気がします。ぶっちゃけ重装備相手にクロスボウで勝つのは、私でプレイスキルが足らんので、味方の支援下敵の遠距離潰しを主にします。結構すぐに最初の部分を突破できたみたいだな。ボタンに刺さっている矢が消える前に門を通らないと閉じます。遠距離必須ってそういうことか。エリソールは連携が強い方が勝つマップなので、基本的に攻撃側は3人以上で連携するべきです。ただなかなかそう言っても一定数敵にやられてしまうので難しいところ。なんとかチームの形を保って攻めなきゃいけないが、それが難しいってことだな。特に遠隔兵は優先で潰されると苦しいです。こんな風に、まあ、ただ遠隔兵は自力で門を開けられるのでまだいいのですが、近接兵は遠隔兵がいないと、その内部に侵入できないから、やられると復帰が遅くなりがちってところか。エリソールの攻撃側は、槍に、クロス1、弓1、または、槍、遠征騎士、クロス、弓、それぞれ1人の遠近混成小隊組んで攻撃するのが強いです。槍は縦ブレイクできる上に、クソ強ノックバックがあるので、普通に強いです。しかも盾も持ってるんだよな。遠征騎士は一般的な剣盾兵なので、一番無難なやつです。クロス棒は貫通ついてるので、敵の盾持ちにある程度ダメージを加えられます。弓兵はクロスボウより連射が効くので、敵の弓やクロスボウを撃破するのに有効です。遠近で役割分担して連携して攻撃するのがいいってことだな。本来なら全マップそうであるべきなのですが、他のマップはある程度個人技で落とせちゃうので、隠密とかマジの戦とか、で、どうやらやはり、遠隔兵がやられていたようで、現時点でここに遠隔兵が3人います。お前以外の2人は弓兵だな。やっぱり弓は扱いやすいのですが、いかんせん盾持ちに弱いので、盾持ちかワッフルが来ることのある今回は、クロスボウ代わりと役に立ちます。さっき霊夢がやられた時に、ケンケンさんが使っていたあれか。防衛区画駐屯兵だっけな。覚えてないのかよ。あれは初期の最前線に、スポーンできて復帰が早いのですが、最初の区画を突破して、ついさっき通った書とかが開いた後は、もう使うことはないです。街に侵入した後のクロスボウ兵は、味方近接の援助、特に敵の斧盾兵に対して、貫通矢をぶち込むことと、敵遠隔兵に対して、攻撃することが主な仕事となります。基本的に重装備の役職には、鈍速エフェクトがかかっているのですが、軽装の遠隔系の兵には、それがないので、他と比べると足が速いという利点があります。そこで今、先に突入していた近接兵が、この最終地点を解放したので、敵が再配置する前に、最速でボタンを押しにかかります。これもある意味連携だよな。門前待機は結構よくあると思うんだが、上流地域解放のログが流れて、味方も死んでいないようだったので、味方が大衆開けることを信じて、近くにいたのが功を奏した形ですね。そして蜘蛛の巣引っかかりすぎでは、もうこれはしゃあないっす。クモの巣は普通に突破面倒だから。でまあ敵が再配置されてなさそうなので、これは私の勝ちですね。狙い通りすぎて気持ち悪い。それはそう。というわけで GG。タイムは3分14秒。人数の割に結構早かったんじゃないか。落城 RTA は人数少ない時に記録出るんですが、今回は9人参戦だったので、相当うまくいったパターンです。まあこのマップが、なさが丘みたいに電撃が強い、マップなんだろうけどな。まあどうしても、隠密はやりづらい感じはしますね。でまあすっげーいい感じに勝てたので、気分よく今回はここまで。内容薄くね。まあいいでしょ。おい宣伝担当。向上戦参戦してみたい方は、概要欄のリンクから公式ウィキに飛んでください。チャンネル登録、高評価してくれると主がめっちゃ喜ぶぜ。国公式チャンネルや他のサバミンのチャンネルも概要欄からどうぞ。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。